リュートナンド・ベソ・ラバレは、フランス海軍のデスティエン・ヌドルブ級通報艦10番艦。艦名は、第二次世界大戦中、レジスタンス運動に参加し、ナチスドイツに逮捕され強制収容所で死亡したじゃん。ラバレ海軍隊員に由来する。リュートナンド・ベソ・ラバレは、DCN ロリアン交渉で建造され1977年11月30日に、寄港。 1979年5月12日に浸水。1980年10月9日に収益する。1984年3月7日、彼は排他的な経済地帯で違法に釣りをしている2人のスペインのトローラーを傍受し、一連の警告ショットの後、トローラーのターゲットに 100mm 口径の不活性な発射物を発射して登場させました。 八人の罪人が負傷し、そのうち二人が重傷を負っています。1990年5月31日に、サンナゼールと命名都市の関係を結んでいる。リュートナンドベソラバレは、ブレストに配備され、海外領土や経済水域の警備のほかに、潜水艦部隊の支援や、法執行活動及び救難を担当し、海洋における、初任務に当たる。1999年3月、 ポルトガル海軍が主催するソードフィッシュ99演習に参加、リスボンには同月8日に帰港した。同年7月にはコルンベ47任務のため西アフリカ諸国を訪問した。2001年3月20日から29日までフランス海軍、ドイツ海軍、スペイン海軍、イギリス海軍が参加した対潜水艦船を目的としたスポンテックス演習を実施する。 2002年3月4日にブレストから出港し、ヘラクレス作戦のため6月頃まで第473任務部隊の属しインド洋に展開した。任務終了後の9月には、スペイン海軍主催のネオタポンレイに演習に参加、カナリア諸島で行動する。2003年3月には、大西洋にてスポンテックスさん演習に参加した。2004年11月7日に、 ダカールを出港し、コルンベ任務中にリコネル作戦を支援した。2006年3月27日にラロシェルに寄港し、L9013 ミストラルと共に3月30日までスケレオ演習を実施、水陸両用作戦で第519市長連隊も参加した。2007年7月から11月までコルンベ89任務のため西アフリカ諸国を訪問する。 ありがとうございます。